微冗談でございます。右に進みますか。右に進みます。はい、300m 先右方向です。これ右か、ちょっと早すぎるような感じするんですけどね。乗ってますね。この辺から見えんかね。あら、見えないね。右の方は右の方やけどね。ほら、なんかあるぞ。え？ここ？あら。これは石棺の蓋やね。長押し型石棺。どこなんやろこれ。古墳時代。あ、方な書いてある。ちょっと読まれへんな。古墳時代中期、どこのやつやろこれ。まっすぐそうやかな、あれ城山古墳や。可能性あるね。あとでちょっと調べてみましょう。はい。こんなんがあるとはね。ほんでわしはどうしよう思ったんかな。あのアコに行くんやけどね。これ右行ってみようか。はい、ありがとうございます。いや、結構あるねんな。車で、あのナビでするとすぐ横やったんでね。そんな時間かからない思って今、あの池のところのね、駐車場止めてきたんだけど、なんか道はあるのあるけど。え、町子だ。どうせて。北に進みます。いや、左手右方向です。行けそうやけど、これ道あんねんけど。右方向です。続いて左方向です。いやいや、まっすぐまっすぐまっすぐ行ってみますね。あの犬はよそ向いて吠えとる。こっち向いて吠えなきゃ。反対向いて吠えてあるんですよ。ちょっとこれは狭いぞ。これ車通られんぞ。ちょっと狭いもんね。それでこの先がどうかな。あれ先行けそうじゃないか。あれなんか行けそうやけどね。どうやろうね。よし。お、これまだ畑がいっぱい残ってるよ。これほとんど住宅街になってるんやけどね。畑残ってましたね。綺麗に咲いてくれてるよ。で、左方向です。左方向ですか。私は右から行きたいんだけどね。左方向です。続いて左方向です。いや、あれの右で行きたいんやって言うこと聞かんしたよね。あら、行かれへんな。残念でございました。行きませんか。ここのことだ、ほらいっぱい田んぼが。あの道行こうか。あの道を左から行かねんかね。左から。おお、二条さん見とんね。いや、左からやって。左方向です。いやいや、左から行きましょう。左方向。右方向です。はい。あ、行けそうやな。抜けれそうやけどね。これずっと行きましょうか。もう10分ぐらい歩いてる。これ右方向です。仕事間に合うかね、これ。右方向です。続いて右方向です。いや、あなたの話はダメ。あなたの話は聞いとられん。こうです。鴨がずっと浮かんで下ってますけど、これはまだ若いから幼鳥かもしれないね。これね、くちばしが黄色やから。もう慌てて、こんな飛ばんでもいいけど、慌てんでも
あれ歩いた、まあ、反対側にずっと歩いていったな。記憶残ってますわ。あの鉄の橋をね渡ると上に上がるとおそらく見えると思いますわ。そういうことは古墳から水流れてるんだよな、あれはね。はい、ちょっと狭い橋を渡って、あれ看板何も見当たらんね。これ古墳から流れてるやつかね。いや、ちょっとわからんな、これじゃ。これで、なんかいっぱい花が咲いてた時期があるね、いつかね。あ、これそうやろな、これが。なんかの花やな。何の花かわからんけど。はい。きつい城山古墳でございます。あら、水入ってました。入ってない可能性が強いって言われたんでね、入ってるやんか。こういう感じでございます、これ。ということは、ただ問題があるのは、これ行かれへん、これ。見てください、これ。やぶになってます。これちょっと無理やな。前入ったかな、もうちょっとだけ入った記憶あるんだけどね、この方でね。残念でございます。やぶになってます。そしたら、左側ちょっと入ってみようか。左側空いてるかね。空いてる、空いてる。開いてました。ここもちょっとね、こんもりしそうだけど、どうなんですか、これ。これ、これも、バイズが違うやろね、これ。こんもりしてますね。春樹さんもね、写真載せちゃったけどね、水があったかな。水なかったかな。なんかそんなやつ載せちゃったけどね。はい、まあ、春樹さんもすごいな、あの人は。ねえ、いつも見とるけど、動画。まあ、ものすごいいろんなもん詳しいね。恐れ入りましたわ。わしら古墳しか回ってへんけど、基本ね。古墳はまあまあ、大概いるんだけど、近畿やったら大概わかるけどね。はい。そこそこ大きいぞ、これ。ねえ。これ、柏市ね。きつい城山古墳でございます。全長が 140m、 高さはそんなないな、これ。やっぱりだいぶ削られたかな。 10m 未満ぐらいな、この感じはね。ね、あと木やもんなわけな。はい、結構大きいんですけどね。幅がこれおそらく100m 以上あるね。 150m ぐらいあるね、これね、横幅ね。これここだ、こっちだけで水入ってるのね。あの向こうの方はね、肩残ってんのかな。ちょっと後で歩けるか、時間あるかな。歩けるんだったらちょっと行ってみましょうかね。はい、こんなんでございます。はい、ちょっとね、ここからワープしましょう。あの向こうまで、宝墳の方まで。はい、ありがとうございます。さあ、ワープ、よいしょっと。ここから行けそうかな。はあ、昔ここ来たことあるぞ、これ。車でこの辺入ってきた記憶ある。ある。これそうやけどね、上がるとこあるかね。いや、これ行かれへんねんな、やっぱり。残念ですね、これ。ずっと回ってきましたけどね、こっちは見れませんわ。残念やな。上がるとこないか。上がられへんな。残念やな。全く見られんね。はい、残念でございました。あ、池に駐車場あんのや。池に駐車場ありましたわ。ほら、正面でございます。二条団が。どこ止めたんかね。あの反対側止めたん、あっちや。いや、いやいや。はい、ありがとうございました。今日朝からね、きつい城山君、ちょっと気になって行ってきましたけどね。いやー、大変でございました。50分だから40分歩いてるね。
40分歩いた。50分くらいからちょうど40分くらいかな。いやー、道をね、なかなかいい道が探すことできなくてね。はい、ありがとうございました。